一般公道を速度無制限で真面目に走っちゃうスペシャル企画。今回は兵庫県が舞台です。さあ、峠最強伝説番外編です。前回は京都、はい、今回は八高原、昼ぐらいまで。どこにあるのそれ？ここです。ここ。スキー場だよこれ。はじめまして、八高原宿よろです。実はね、標高差がスタートからゴールまでで141m なんです。それは仙台すぐよりすごいね。倍ぐらいある。で、コースは京都と比べてどうなの？今回はもう中コースやばい、ね、はい、スピードだいぶ出ますよ。3速4速、はい、3速4速っていうと鈴鹿の SGE がずっと続くような感じで、ちょっとやばいね。そうなんです。車は何なの？車はマウヨシです。魔王出ました。久々の魔王、久々です、ね、魔王で。じゃあどんなタイプができるか、はい、やってみたいと思いますけれども、はい、そういうことになると上りの標高差も考えて、はい、鈴鹿の S 字がずっと続くっていうことを考えるとパワー勝負になってくるかな。このヤバそうな、八高原ヒルクライム行ってみたいと思います。どうぞ。そうだ、兵庫を走ろう。2.5km のスペシャルステージがこの日初のお目見え。峠最強伝説番外編、兵庫八高原ヒルクライム。今回のスペシャルステージは兵庫県養父市にある八高原スキー場とそのちょっと下にあるハイパーボール東八を結ぶ連絡通路、田島アルペンルートを閉鎖して行う。この辺りは冬場は超人気スポットだが、オフシーズンもそのにぎわいをというのが狙い。コースは峠特有のブラインドコーナーはもちろん、落ち葉や苔、エスケープゼロのコーナーもあるから、やっぱり気は抜けない。計測方法は指定された時間に光電管をスタートさせ、光電管通過でゴールが切られる。地元の警察も万全の体制でサポートを。ありがたいことです。まずはコースの下見から。しかし路面は冷え冷えのウエット、やば、はあ、怖いな。コース覚えるだけだから大丈夫だよ。9時11分競技スタート。なお観客スペースには聴衆およそ50名どうぞ。了解しました。さあ、それでは八高原ヒルクライム行ってみたいと思います。コースの下見。レースの駐車場からスタート地点へまずは下ります。梅本さんは1週間前にもここを訪れているため、いろいろ教えてくれるそうです。ここがスタートですよ。ここで、その先で U ターンです。お客さん いきなり全開。梅班は大丈夫か？ダメみたいです。コースを教えるどころじゃないようです。前まで小雪も降っていたため気温も低く、日陰は特に路面が乾かない状況。怖すぎ。
あ、次元が違いすぎて、観光局の浜さんです。はい、浜さん、はい、浜です。主催者です。ご声援よろしくお願いします。行ってきます。行きます、はい、絶対安全に。本物のドライバーによるヒルクライムがどんなものか、来年の開催に向けて体感していただきました。とんでもなく速かったです。普段僕らも使ってる道で、まあそこのコーナーはこれくらいだろうなっていうのは大体予測してたんですけど、それ以上に速かったです。このシーズンこの辺り非常にお客様が あまり来られないシーズンになってますので、八高原氷ノ山八伏エリアっていうのをですね、たくさんの人に知っていただいて、でもうシーズン以外にもドライブに来ていただいても非常にいい場所だと思いますので、ここはこちらの方としてはいいですよって形でさせてもらいました。まあ、できればせっかくこんな機会なので、たくさんの人に見ていただける、その例えばギャラリーのスタンドであったりとか、そういうものも設置できれば非常にいいのかなというふうに、そういう形で来年開催できればいいかなというふうに思っております。今回はプレイベントということで参加台数は6台、その中で注目したのはなんと SR を積んだこのマシン。トヨタマーク2。旧車ってあんまり速くないっていうイメージがあるので、どうせやるならまあ外見はあんまり派手じゃなく、でも本当にアクセル踏んだら速いよっていう車が作りたいっていうので、はい、作ってみました。元のエンジンがかなり重たかったので、軽いエンジンでハイパワーなのがいいなっていう、ミッションもシルビア用に変わってます。今ベストタイムはどれですか？33秒なので、はい、ちょっとそうですね、20秒の台には乗せたいかなと思ってます。軍祭で鍛え抜かれた魔王が一般行動に降臨。ジェイズレーシング S2000。 いつもステージが軍祭なんですけど、軍祭はどちらかというと中低速で、今回はまあこう中高速ということで、アライメント主に帰ってきました。さっき僕らが乗って1分30秒ぐらいだったんで、多分土屋さんとか次元の違うパフォーマンスにしてもらえると期待します。魔王の実力を出し尽くすためにドリドリの走り込み、そしてマシンの微調整を行う。ウィングとダンパーを調整、路面も少しずつ乾き始め、タイムも上がってきた。じゃあ行ってみよう。はい。この状況を見て梅藩は禁断のレブリミットを引き上げる決断を行う。NA エンジンでギリギリまで仕上げられた魔王、その走りをおまわりさんも見守ってくれています。コース紹介です。まあ、コースとしては 2.5 キロ、高低差が 140m、まあ、高低差がスタートしてからゴールまで、というコースですね。路面としてはね、ハーフウェット、日が照ってるところだけ乾いてる。あとはね、やっぱこう濡れてるんですよ。日陰は全部濡れてる。そこがね、ちょっと怖いかな。やっぱりその京都に比べると、京都って2速3速4速、ここは3速4速ですね。だからアベレージスピードが高い。だからその分ね、ぶつかったら全損ですね。非常に危険な、集中力の高い、そう、緊張感が
楽しめるかな、緊張感楽しめるっていうのはねおかしな表現ですけども、まあ、スタートして、魔王の場合は 1,2,3,4 で右入ってくる。で次にこの左、ここで完全にこれウェットなんでここ3に落とします。ドライだったら4でいけるかなと。でそこからこうずっと登ってくんだけど、この辺がね、そうだ、ブラインドの魔王で言えばブラインドの4速コーナー、これはしびれる。これはね、もう時効だからいいか、薄い峠の連続 S 字に似てるだからブラインドなんだけど、もうその薄い峠だって信じてこの辺は4速で行っちゃってますね。この辺は日が当たってるんで、まあ、大丈夫かなと思って。でね、騙されやすいのがこことここ、ここね、そうだな、その魔王だとファイナル落としてますからね、ノーマルの S2 だとしたらこれ2速かなっていう感じですね。ここは一番きついんですけど、ここでまあどうしようか、魔王の場合は3でちょっとかったるいかなっていう感じなんですけれどもね、だからファイナルさえ変えてここに合わせるんだったらね、ファイナル変えてここに使って、他のところを 3,4 でいけるような、そういうやり方もあります。まあ、今回は、まあ、ドライになってみないと分かんないですけれどもね、ドライになればここは魔王の場合はもう3で割とトルクバンドに入るんじゃないかな。ずっと上がってんですけど、ちょっとこうこの辺で下る、でそこからまた上がっていって、ここのねきついところを越えて、ここからねまた平らになってやや下りっていうかな、平らかな、というのでゴールです。ですからまあこのフィニッシュのラインのところだと、この手前はもう本当にドライだと完全に4速でいけるコーナーですね。まだハーフウェットなんで、3に落としてビビってますということで、皆さんもね来年、ここを走ってみたいなっていう方はたくさんいると思いますけれども、理性のある方だけエントリーしていただきたいなと。非常に危険なんで、本当にあの3速4速のコーナーばっかりなんで、ミスると全損になります。そういうのを覚悟で、理性のある方来年一緒に走りましょう。峠アタック、コースの安全が確認され、ドリドリがラストアタックへ向かう。下りながら路面の確認とタイヤ、ブレーキを温めていく。最後のタイムアタック八高原行ってみたいと思います。目標はやっぱ18秒を狙いたいですね。1分18秒行ってみます。さあ峠アタックスタート。スタートから4速全開へ。ここがこのコースの最高速区間、163キロをマークする。コース脇には落ち葉と濡れた路面が待っているため、ギリギリのラインを攻めることができない。ここからは3速4速の中高速 S 字区間、アベレージスピードはおよそ120キロって感じだ。1分18秒313。
本行けます。行ける。で、フロントのグリップをちょっと上げたければ減衰を締めたらいける。じゃあ締めてみよう。わかりました。おっと18秒3。よし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 。フロントのアンダー対策でダンパーを調整。いや、もう間違いなく17秒台に入ると思うんですよ。もう最後にね、一発プロの技を。さあ、ラストアタックへ。おっと、ここでもこれは厳しいか。しかしドリドリは決して走りを諦めていない。攻め続けている。タイムはどうか。変わんねえと思うな。変わらない。これで終了だろ。17秒93。おお、入った。おめでとうございます。17秒。レコードだ。17秒93。ありがとうございます。いや、なんか遅くに入んなかったらな。4から3に落としたつもりが5に入って、こんな2ぐらい。上出来。いや、上出来です。上出来。ありがとうございました。お疲れ。お疲れ。ありがとうございました。どうも。私の魔王の峠アタックは終了いたしました。まあ、この八高原ですけれども、今回はプレイベントでマクラーレンだぜ、ということでね、今回が初めての、プレイですけれどもね、今後皆さんが来年から参加するためにはね、いろいろとやっぱりそのギャラリーのための、ギャラリーコーナーですとか、あとはやっぱりこういう参加者たちがここに集まった時のトイレですとか、飲食ですとかっていうことを考えていかなきゃいけないと思います。まあそれにはね、やっぱり我々 もうできるだけのことは協力して、本当にあの町おこしでここやってますから、警察まであの協力してくれています。ということで、この八高原ヒルクライム、これをね、今後5年10年と続けていって、世界中から、オーストラリアのシドニーのワールドタイムアタックのような、ああいうイベントになってくれたらいいなと思います。タイムはジェイズン魔王1分17秒9です。さあ、次の峠はどこか。